大分県日出町にあるテーマパーク、ハーモニーランド。キティちゃんを擁するサンリオの一大テーマパークとして国内外から毎年多くの人が訪れます。園内で特に人気を集めているのがパレードパラレル。このパレードをひときわ華やかに演出するのが LED で彩られた昇降装置。このスクリーンの制御をコントロールするキーマンがこちらの人物。バッチリでした。安心しました。三輪博一さん、電気のエキスパート集団三つ葉電機工業の社員です。上がったり下がったりなんていうのはあんまり気にもしてないのかもしれないんですけど、やっぱ子供たちとかが喜んでるのを見るとやっぱ嬉しくなりますよね。こっち普段私たちがあまり目にすることのない業界の舞台裏ドキュメント。今回は電気のスペシャリスト、三つ葉電機工業に潜入し、60年間社会インフラを支えてきた仕事の最前線に迫ります。三つ葉電機工業株式会社は福岡市博多区に本社を置くものづくり企業です。製造しているのは受電盤や分電盤といった電気を司る機器です。発電所で作られた電気は変電所などを経由して工場やオフィス、一般家庭へ届けられます。その時に大きな電力を一般消費者向けの大きさに調整するのが三つ葉電機が作っている受電盤や分電盤の役割です。その導入先は例えば教育機関では九州大学や九州産業大学、また商業施設ではアクロス福岡やリバーウォーク北九州、公共施設では福岡第一合同庁舎や地下鉄ベフ駅など、福岡市の公共事業の配電盤シェアは 70% という、人々の身近な施設を三つ葉電機の製品が支えています。福岡市箱崎の物流倉庫、水産加工品を保管しているこの建物は三つ葉電機の受電盤の働きによって冷蔵倉庫の温度が一定に保たれています。この日はおよそ20年前に導入した部品の改修工事が行われていました。すみません、その待機をお願いします。はい、から設置するまで待機をお願いします。変わらないでください。すみません、お願いします。建物の電気を止めて安全を確認してから作業に入ります。20年前に先輩が取り付けた数百点もの部品を一つ一つ交換していきます。このように60年間電気工事の安全性も連々と受け継がれています。今何取り付けてるんですか？これ今異常を検知する機械をつけてます。しばらく使えると膨張してくるんです。それでこいつが感知ってなって今熱を持ってますよとか、コンデンサー異常っていうのがついてます。作業が完了し、いよいよ電気を復旧させます。はい、3.5 です。 VCB 投入します。3、2、1、投入。このように三つ葉電機では社員の半数近くが技術資格を持っています。公共性の高い事業というだけあり、そこに携わる社員のスキルアップにも積極的に取り組んでいます。こういう冷蔵庫もそうですけど、まあ、家電とかもそうですよね。結局それがないってことは何も動かない、まあ、それこそビルであるとか駅であるとか、元がないとやっぱりそのまま下の方じゃないんですけど、橋のところまでは電気が使えないわけですから、建物の大元になるんじゃないのかなと思いますけど、うん、三つ葉電機が60年もの長きにわたってこの福岡の地で選ばれ続けている理由の一つに、自社で工場を保有していることがあります。既製品を大量生産するのではなく、お客さんごとに微妙に異なる仕様にも対応しながら受電盤や分電盤を一つ一つ製造してきました。もちろん一社一社一品品違います。こういった 穴開け加工も一つ一つの商品によって違いますので、はい、既製品メーカーではないので、やっぱ既製品になったら同じラインで流せばいいんですよね。扉の厚みも幅も違ってくるので、当然バラバラなので標準っていうのはもう本当にないですよね。はい、
三つ葉電機の歴史をたどると、その始まりは昭和33年まで遡ります。創業者、押田奈良蔵氏がナイフスイッチというブレーカーの先駆けとなる製品の製造から事業をスタートさせました。その後、1960年代のレジャーブームの後押しを受け、ボーリング場やゴルフ場建設など大型案件が増え、その後さらに工場や官公庁、大学などの実績を重ねてきました。そして今、長年培った技術や経験をもとに工場の生産ラインの自動化、いわゆるファクトリーオートメーションやソフトウェアの設計、開発といったシステム分野へと事業の幅を広げています。我々の三つ葉電機の特色っていうのと強みっていうのと、そういうのはもうきっちりありますんで、まあ、その部分を順調に伸ばしていくということと、新しい技術ですよね、 IoT に対する取り込みだったりとかね、ソフトの分野についても今一生懸命やってますんで、うちの分野から踏み外すことなく、でも新しい分野については伸ばしていくということを進めてやっていきたいなというふうには思ってますけどね。大分県日出町にあるハーモニーランドも三つ葉電機の取引先の一社です。子供に大人気のパレードパラレルに花を添えるのが LED 映像で彩られた昇降装置です。その動きを制御しているのが三つ葉電機切手のシステムエンジニア、三輪さんです。この昇降装置は上部に傾斜センサーがついていて、ショーの進行に合わせてバランスを保ちながら上昇、下降を繰り返しています。もともと他社メーカーが納入した製品ですが、より安全に運用したいとハーモニーランドから相談があったといいます。当初は1つのセンサーでしたが、円形の4つの方向にそれぞれセンサーを追加することで安定的に上下動できるよう改善を行うのが三つ葉電機の三輪さんです。この日は休園日、円筒状のステージの、まあ、調整に今日は来ました。三輪さんです。これステージの、まあ、真下になります。これがあのステージ全体を制御している、まあ、シーケンサーと言われるもので、はい、まあ、ステージの上昇だったり下降だったり回転だったり、まあ、それを全部司っているのがこの機械になります。まあ、ここが本当の心臓部なんで、これが、ね、うまくいかないとショー自体にも、まあ、影響が出てきちゃうんで、非常にやっぱ需要は重要ですね。すごく4つのセンサーの感度をプログラムで調整します。何度も何度も調整しているうちに、あっという間に数時間、果たして本番はうまくいくのでしょうか。バッチリでした。安心しました。ショーとかですね、やっぱりお客さんの満足度を上げたりとか、安全性だとか、そういうところを気を使ってもらってるっていうところで、満足はしてますね。まあ、頼れる存在かなっていうことで、三つ葉さん、三輪さんを選んでますね。お互いがこう信頼関係がすごく成り立っているっていうふうに、まあ、自負している部分もあるんで、やっぱそれを裏切らないようにですね、やらなくちゃいけないっていう、まあ、プレッシャーもあるんですけど、うん、そういう関係を、まあ、後藤さんというかハーモニーランドさんに限らず、まあ、いろんなお客さんと築けたらなと、仕事を通してですね、はい。会社の成長は社員と共に、これが三つ葉電機の考えです。秋のこの日、福岡市のレベル5スタジアムで開かれたのはアビスパ福岡のホームゲーム。その名も三つ葉電機工業デー。社員やその家族のために開いたイベントです。
60周年 の, あのことをお祝いしたいということですけれども、一つはやっぱ家族慰安会という趣旨なんですよね。で、家族の方々を連れてきてもらって、でみんなでこう楽しもう、三つ葉電機のことを知ってもらうというのが一番の目的なんですけど、まあ、私もね、やっぱ子供の頃っていうのは、まあ、うちの父が三つ葉電機をおったんで、まあ、そういったことで、ね、野球大会も参加して、非常に楽しかった思い出とかあるんで、私も積極的にそういうのをね、結構いろんなイベントやって、その一つ。三つ葉電機の歴代のアルバムを開くと、社員旅行の写真が多く目に留まります。そこには60年間社員を大切にしてきた同社の社風が感じられます。この32年間を振り返ってみると、いろんな人たちおりますけども、最終的にはやはりこう、まあ、三つ葉ラブというのか、その思いというかですね、まあ、そういったものがすごくこう強い人たちが多いのではないかなと。会社のその礎を築いていただいた、まあ、本当の大先輩ですね、方たちにも非常に感謝してますし、取引業者さん、それからあの三つ葉 の, そのユーザーさんですね、まあ、そういった方たちにあの支えられて、この60年っていう、まあ、会社としては一つの大きな節目を迎えることができたのではないかなというふうに考えています。最後に改めて社員さんに三つ葉電機での働きがいを伺いました。まあ、ここにいる先輩たちがもうめちゃくちゃ感謝してますけど、まあ、プライベートなこともちょっとありますけど、やっぱ相談に乗ってくれる人がやっぱりいたりとか、いろいろ商業施設とかではやっぱり世の中役に立ってる仕事だなとはやっぱ思います。この職業に出会えて、まあもう良かったなっていう感じですね。やっぱ人間関係が一番大事だと思ってるんで、相談し合ったりとかできる仲間がおるのが一番でかいのかなと。でも自分がやっぱ50年続けられたのも、やっぱ会社の、まあ、厳しさだったり優しさだったり、やっぱ時にも怒られてちょっとへこむこともあったんですけど、やっぱそのまま放置しないで最後までやっぱよく見てくれるっていうので、やっぱ自分ここまで来れたんだなっていうのはあります。お客様からありがとうと言われたい、社会の役に立ちたい、幸せな人生を送りたい、社員と共に歩み続けた三つ葉電機は平成30年設立60周年を迎えます。この先も広がる三つ葉電機の展望とは、押田社長に伺いました。ものづくりの会社ですから、まあ、ものだけ作ってしまえば、まあ、終わりというふうに思われるかもしれませんけども、やっぱり何かあった時の対応とか、お客さんの方で、やっぱこう容量をいろいろ変えたいとかね、そういう時に対応できるということを考えると、やっぱり我々地元で地産地消の、ね、製品だというふうに思ってるんですよ。九州で絞ってやってるというところが一つの強みなのかなと。で、電気をね、送るということを、まあ、第一使命でやってきた会社ではあるんですけども、それだけじゃなくて、今後はそれを我々の電気によってお客さんの方のね、工場とか、まあ、ラインとか、そういったところをどうやってね、動かしていくかとか、うちの方から提案してこういうふうにやっていきましょうよと、これがベストですよ、そしてそれがお客さんが喜ばれるというものをね、作っていきたいというふうに思います。